皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、なんとなんと、じゃん、ルミックス GH5。 はい、ということでですね、今日はこちらパナソニックのね、もうご存知有名なルミックス GH5 を、まあ、なんとなんと知人の方よりですねお譲りしていただきました。いやー、驚きましたね。もうね、もう言わずもがなこう有名なカメラですので、細かいご紹介はねもうしないですけども、まあ、ちょっとね開けてみたいと思います。じゃあ開けてみます。前にね持っておられた方が使用されてたということで、まあそれでもねこう非常に綺麗な状態。はい、開けますとね、ストラップと、ストラップ使ってなかったんですね、ストラップと、でバッテリーね、こう使った感じがありますね。バッテリー2個いただきました。で、あとじゃあ取り鉄で、こういう感じですね。ああ、なるほど、すごい綺麗にね保管されてますね。じゃーん、これですね。じゃあ開けてみます。じゃーん、来ました。こちらがピント合わんね。こちらがルミックスの GH5 になります。うん、確かにちょっと大きいかな。今ねこれね G8 でね撮影してるんですけど、うん、ちょっと大きい感じがします。でもかっこいいね、やっぱりね。うん、めっちゃかっこいい。まあ大きい重たいってねよく聞いてたんですけどね、まあそんなに、まあどうだよね。でも実際レンズつけてみたらねちょっとわかんないですけどね。いやー、でもね、確かかっこええわ、ほんと。有名なのが、ここね、ここね、SD カードがね、こう2枚入る仕様になってます。んで、あとここもね、HDMI のね、こちらね、HDMI の、コードが直接させるようになってますね。で、マイク端子もね上に来てますね。でね、これ私がねいいなと思ったんが、あのマイクアダプターね、この上につける分なんですけど、あれ何でしたっけ、 XLR マイクアダプターでしたっけ。あれをねちょっと使ってみたいなと思ってます。まあどういう風にねこの G8 とのこう使い分けをするのかね、まあちょっとまだねこう定かにはなってないんですけど、まあちょっとねしっかりね使っていきたいなと思ってます。はい、ということでですね、早速レンズね取り付けてみました。 ISO 感度と記録方式とね手ブレ補正も設定させていただきました。自撮りでするとね、こんな感じか。うん、確かにちょっと重たいかな。まあでもね、全然いけますよ、でも。うん。まあ、軽量コンパクトさで言えば、まあ、やっぱりこの G8 の方がね、こう有利かなと思いますけど、まあでも全然いけんことはない。まあ設定画面も、まあほぼね、G8 と同じ感じですね。うん、もう使い慣れた感じでございます。はい、皆様いかがでしたでしょうか。今日はですねこちらルミックス GH5 を、まあ、これからね使っていくぞという動画になりました。本当にね、まあ、どうやって使っていこうかな、まあ、三脚立てて据え置きで使うかね、まあ、さっき言いましたようにここにねマイクのアダプターが使えますので、まあいろいろね、今後の撮影が非常に楽しみで
ございます。今回はこちら GH5 のご案内をさせていただきました。ありがとうございました。安さんでした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。